いやー、明けましておめでとうございます。2010年一発目の大工ですね。まあそうだな、10回目かな、6が、キリがいいね。10回目、半月ぶりか。今日は1月5日かな、半月ぶりぐらいの録画なんで、また忘れちゃってるんですけども、まあ確か1571年だから、機内統一終わって本能寺起きねえかなと心待ちにしているところかな。わあ、懐かしい。懐かしいっていう感じでもないけど、なんか懐かしいな。明けましておめでとうございますね。まあ、特に正月らしいことも特にないだろうけど、ちょっと加藤清正あたりに虎を捕まえてきてほしいとこだな。虎年だからな。もしくは高虎を徴用するか。虎になんかゆかりのあるやつを徴用していくと。神社は特にないかな。あ、いた。お、長森か。あれ、なんか、画面明るくないか。まあいいか。ちょっと久しぶりにやるからなんか違和感があるな。で、じゃあ指名を出すのかな。上杉家。指名出してないね。二つぎ。そうか、二つぎ雇ったんだな。高虎。高虎、いいね。他に虎にゆかりのあるやついねえのかな。虎って名前がつく。縁起のいいやつ。今年はこいつがちょっと重要になってくるみたいな。清正もいいね。虎を捕まえてくれたらなおいいんだけど。ちょっと今から捕まえてこい、清正。しも武将か。ちょっと待って。ちょっと、勢力図でも見とくか。久しぶりすぎて何が何やらだ。あ、そう、なんか、アウグスティヌスを仲間にしろっていうコメントが結構前からついてたな。ちょっと、その辺も。いや、自分で見つけたやつをね、仲間にしていきたいんで、自分で気づかなかったやつは極力入れたくないんだけど、アウグスティヌスはね、好きだからね、入れようかな。上杉家の攻略か。もう自分で上杉家無視して、毛利家の方に攻め込んでもいいかもしれないね。西の方にね、侵略していってもね。まあ別に指名果たしたところで、特に何もないし、周りのやつどうせゼロ万石だし、ね、年末の年始の大表情でさ、絶対みんなゼロ番号だから、俺一人頑張っても特に何の益も上げられんというかね。まあそういうところだしな。三好家あたりと適当に戦ってもいいかもしれんな。じゃあどうしよう。アウグスティヌスに会いに行くか。ちょっとちょっくらね。よし、出せアウグスティヌスを。小西。出せというのに。ほら、息子がいるだろう、お前、息子。出せ、息子。あれ？まだか。早く出さんとお前、天命をドン・コニシアに改名させるぞ。コニシアから。まだなのかな？じゃあまだ、ちょっと時期が、早すぎたか、来る時期が。なんか散々、結構前のパートから、小西行きなが仲間にしろって書かれてたからさ。まだじゃんか。もうドン小西屋だな、こいつは。高虎。お、軍神と名高い殿と出会えたことはそれがしの人生の宝。軍神持ってたら高虎もらえるってことか。よし。じゃあまあとりあえずはまあ軍備を整えつつ内政をしていくと。いった感じか。したら、どうしようかな。野牛流、覚えに行こうか。ちょっと待ってよ。拠点確認しとくか。国高マックスに近いな、もう。じゃあ、城の規模を上げるっつのもありか。まあ、先に野牛だな。いやー、久しぶりだね。明けましておめでとうございます、先生。やっと来た、無刀取り。消費2か。敵の攻撃を受けても無効にすると。本当に畳返しみたいな感じか。どうなんだろうね。おー、終わった。野牛進化ギル因果。いただきました。野牛進化ギル。よーし。
新影流極めたっつったらもうなんかめちゃくちゃ強そうに聞こえるな。ね。いやー、いいじゃない。新影流。どうしようかな。もっと他の流派に行ってもいいんだけど、もうこのぐらいにしとくってのもありだけどな。秀吉で別に剣豪目指してるわけじゃねえから。まあ札が取れるぐらいになればいいって感じだし。あと護身用だしな。どうしようかな。剣聖と戦ってほしいっていう意見も結構あったけどね。まあ他の道場、遠いんだよな。遠いんだよ他の道場は。近場だとあとなんかあるかな。京都奈良ぐらいが一番近かったんだけど。まあいっか。こんなもんで。自分でしょ。流派開くわけでも、剣豪プレイでもないし。じゃあ一旦帰るか。またなんか機会があって、たまたま道場に行く機会があれば、まあ入門してもいいかもしんないけど、とりあえず新影流のままでいいかな。で、じゃあ、そうだな、内政で、城の規模上げよう。城増築。開始。ああ、完全に衰えてる。まあ、しょうがねえか。まあ、2位上がれば上出来だよね。あ、そういえば、あれじゃないか。本願寺返上してないな。忘れてたね。返上しとくか、一応。物資集めてからね。本願寺はまあ、俺の手には余るからな。じゃあ、指名出すか。で、ちょっと孫一と、もう一発やっとくか。よーし。今度は勝つ。乱射。これは全部外してくれないと困るぞ。見えない見えない。どっち撃ってるのかわかんない。おー、当たった。二発。二発かよ。もうランダム撃ち嫌いだ。乱れなんとかほんと嫌い。もうなんだよ。おー、国高マックスになっちまったな。まあいいか。しょうがないよね、これは。こればっかりは。鉱山が得意なやついねえからな、でも。あ、神戸鉱山マックスじゃん。じゃ、鉱山やらせよう。神戸すげえな、こいつ。さすがだな。まあ、こんなもんか。さて、薬草とかもうないよな。薬草取りに行くか。どうも薬を作ってた方が、医者の札取れるみたいだしね。戻るか。天神山よく攻められるな。あれっつか、天神山って大殿に返さなかったか。まあいいか。とりあえず援軍に行こうか。薬飲んで。お、高虎、いいね。虎には輝いてほしいね、今年は。そしたら、指名じゃなくて、締め出しとくか、一応。じゃあ。ちょっと今回は、イレギュラーな感じで。まあ、いつものメンバーがいないからしょうがないんで。まあ、でもちょっと使ってみたかったメンバーも使ってみると。天神山城。はいと。ね。左近、孫一と。この二人はなかなか、初だな。初メンバーだな。で、まあ、そうだな。鉄砲、野戦だもんな。いいか、鉄砲持っていっとこう。軍馬はちょっと足りないな。左近馬だから、馬使わせたいけど。まあ、足軽でも十分かなと。で、兵士は、まあ、そんなマックスまで連れていく必要もねえかとは思うけど。いいか、マックス連れていくか。なんかあったら怖いしな。
いや、孫一と高虎も鉄砲使えるし、まあ問題ないでしょ、これで。うん。まあこんなに本気で援軍に出る必要もないかもしれんけど、相手がどう出てるか全然わからんからな。本気で来てたらやばいしね。よし、援軍。こっちから援軍に行くってのはなかなか珍しいね。高虎も鉄砲でいいかな。うん。じゃあこの5人で行くか。決定。よし。まあ全員入っといてくれて構わんよ、そこは。あ、そんなに多くないな、敵は。むしろ結構減ってる感じがする。お、清水宗春。まあまあまあ。ああ、でもそんな本気ではないな。軽い感じではあるな。軍団長指導。まあ軽く葬って、ちょっと先行を立てさせようか、高虎たちに。左近はどんなの持ってんだろう。まあこんなもんか。やっぱ牙だな、左近も。正則も同じ感じだからな、なんとも言えん。まあ、孫一と高虎に今回は頑張ってもらうと。組打ち鉄砲で。おお、なんか鉄砲乱射とかあるな。狙撃。おお、暗殺みたいなもんか。鉄砲乱射。これ弓乱射と同じだな。あんまり使わんな。まあ、組打ち鉄砲やって三段打ちって感じがセオリーだな、鉄砲は。よし。おい。あ、強え。あ、強いけど。秀吉に取られたな、今。あー、くそー。高虎ちゃんで行ってほしかったんだけどな。高虎。よし。よし、行った。おー、まあいいか、孫一で。逃がしたかー。まあでも、高虎ちゃん結構頑張った。あれ？秀吉頑張りすぎだろ、お前。高虎の方が撃退数は多いんだけどな。やっぱ減らした数も重要なのか。敵の兵士数をね。よし。もうでもパターンは分かってきたから、今度こそいけるはず。これは耐えるでしょう。即死ってことはまずありえん。うわ、金玉打ち。金玉押さえちゃってるもんね、秀吉も。よっしゃ、なんとか勝てた。怖い怖い。よし。よっしゃ。おお。そうかそうか。孫一って考えてたら、同盟の良しみはなかなかいなさそうだけど、重秀だもんね。それ誰かおるわ。よし、まあ、こんなもんか、札は。よっしゃ。よっしゃ。じゃあ、取ってきた薬草で、診療所行こう。ん？イベント来た。番頭が来たぞ。おや、こいつは情け知らずと陰口を叩かれている地獄屋の番頭じゃないか。どんなことしてんだよ。詐欺にも等しいやり口で人々から金を巻き上げているという話だが。どうなさったのかな、番頭さん。おや先生、私をご存知でございますか。地獄の番頭だもんな。まあ、地獄屋の鬼ごろと聞けば。借金を返しやがらない浪人の家に怒鳴り込んで、あいにくお主のおしゃべりにつけ飽きはね。まあ、詐欺られちゃたまらんからな。ぐっ。いや、これは失礼いたしました。もう、胸のあたりが苦しいか。でも、それはもういいんじゃない、直さなくて。短気と不養生が心臓に負担をかけておるのじゃろうな。それに効く薬はあるが、さて、あるのか。ほう、短気と不養生。よくわからんな、処方する薬が。金だけ出してあっさり楽にさせてやるのも尺じゃのう。少し懲らしめるか。懲らしめようじゃないか、それは。よし、少し脅かしてやろう。どれ、では診察してみよう。おお。鬼五郎のあちらを観察しては短足し、こちらを覗いては首を振るのであった。恐ろしいぞ、これは。そんな大したことではございませんよね。ふむふむ。ああ、ひでえ。医者としてこれはひどい。
なぜならこれは病気ではないからだ。これは呪いじゃ。え？なんののの呪いなんでしょうか。なるほど、そういう懲らしめ方か。なんか説話集とかに出てきそうだな、こういう話。うん。覚えはないかな。なんだこれ、しこたまございます。医者イベント、医者イベント面白すぎないか、ちょっと。なんか医者イベントは他のイベントよりなんか気合が入ってる気がする。うん、鍛冶屋イベントでこんなのなかったからな。まあ諦めなさい。そんな先生助けてください。まあ医者に呪いは治せんわな。うん、大元を立つと恨まれることをやめなさいということか。ああ、自分の火を償うのだ。そうだな。でも謝りに来たら来たでちょっと逆に怖いけどね。鬼五郎が来たみたいな。うん、今晩にでもでんぐり返って。ではさ、早速。診察代も払わずに行ってしまうたな。薬が効きすぎたようじゃ。まあ結局これで病気も治りそうじゃないか。罰がなければ人に情けをかけられるとは嘆かわしい話じゃ。番頭ね。いやー、面白いイベントだったな。今のも経験値になるのかな。まあ、生薬製造と。よし。どうしようかな。万能、あ、そうか。万能薬調合だけないのか。でもあれだよね、京都の、あの、道さんは、もうこれで教えることはないっつったから、万能薬調合に関しては、自分で編み出す的なイベントがあるんだろうかね、また。一番作りたいの万能薬だもんね、なんだかんだで。風邪薬とかは結構持ってるしな。どうしようかな、総人丹でも作るか、そしたら。総人丹。お、上位。やっぱあれな、薬作るとガンガン札もらえるね。おう。医術で人々の生活を支えていけるほどの知識と技量を持った者に与えられる称号と。あ、少しだけ病気になりにくくなる。そういう副次効果もあるんだね。それは便利だな。まあ、こんなもんか。結構診療はね、ちょいちょいやってるからね。他の、なんか札集めの一環として、お茶したりしながら、病気持ってたら確実に診察はやってるから、結構カットしてる間に、かなりの人数を見てたりするんだよね、実はね。よし。じゃあもう一発、回収、じゃない、増築しようか。城増築。よし。よし。完璧よ。久しぶりだな、完璧。で、3アップ。さあ、どうだ？おー、すげえ！かっけえ！これはかっこいい。あ、やべえ、でも本物の姫路城っぽくなったな。こういう橋あるよね、よく。この橋はよくある。大手門の前の橋。小田原城しかり。姫路城にもあったかな。あ、でもこれいいわ。かっこいいな、ちょっと。惚れ惚れした。拠点。お、巨大。いいね。280千石。鉱山は上がらないんだな。まあ、国高上がればね、いいよね。人口も増えたんかな。これはいい。これはいい。これは見栄えがいいな、本当に。姫路城、当時の姫路城らしからぬ感じだな。現在の姫路城っぽい感じではあるけど。いやいやいや、よかったよかった。じゃあちょっと締め出すか。
さて、じゃあまだ全然みんな帰ってきてないし、また薬草集め行こうかな。あ、金巻か。金巻。金巻流なんだよな。戸田制限はどこいるんだろうな。まあいいけど。武力しかない。本当に。中上流だよね。金巻流になったんだよな。伊藤一等さんに乾杯した。そうなんだ。それは知らんな。金巻流、入門してみようか。ついでだし。ああ、でもまだ、ちょっと、仲良くならんといかんな。ちょっと面倒だ。手合わせしていこうか。していくか、じゃあ。お手並み拝見だな、金巻流の。弱い。吉岡くん並みに弱いぞ君は。もうなんか霞。絶妙剣、これは覚えたいな。どうなんだ。お、三方向ということはあれだな、月影と似たような感じか。もう月影と宣伝と絶妙剣まで覚えたらもうどれか一発は当たるみたいな感じになってくるのかな、やっぱ。よし。まあ十分かな。霊宝か。やっとくか。そうか、茶道と霊法両方やるんだったな。まあいいか、やろう。よし、まあここまでは OK だな。次な。よーし、あと1回だったか。あぶねー。しかしこれマックスの状態でこれやったらどうなるんだろう。経験値が入るっていう感じなのか。よし。何せ霊法は一応マックスだもんな。これが星に一歩近づくということか。お、正則もこれで武将かね。よし、これで初期のメンバーは全員武将に上がったのかな。武将増えたな、しかし。よし、じゃあまた薬作りでもやるか。この辺でお、来た。どのような病にも有効な薬があるらしいが、どのような病に。ああ、万能薬のことだよな。ひたすら調合を繰り返して自分で試行錯誤する以外ないのであろうかと。で、調合しまくってたらそのうち万能薬調合が来るのかもしれんな。まあ、とりあえず生薬製造と。ほい。よし。じゃあ、何が足りないかな？風邪薬かな？じゃあ風邪薬作るか。ほい。3日。特になしか。もっともっと薬草を持ってこないとちょっと効率悪いな。お、酔っ払いどもが暴れておるのか。だから人から悪いって言ってんだ、民国人。誰に絡んでんだ、よりにもよって。おいおい、しかもこの民国の人はかなり酔っ払いに対して冷静に。酔っ払いの妻じゃねえかこいつ。何生意気抜かしてんのさ。袋叩きにしておやり。なぜそうなる。やめておきなさい、こんな争いは無意味です。
なんか今にもカンフーを使い出しそうな口ぶりだな。何、いや勘弁、もう飲めねえ、もう飲めねえ。お前はもう休んでろよ。あのいでたちからすると絡まれているのは民国の人らしいな。助立ち、助けようじゃないか、これは。これ何のイベントだろうな、これ。あはん、関係ない人間が他人の喧嘩に口ばし突っ込むじゃないよ。ちょっと待って、この方は、この城のお武家様だ。この城のお武家様ってレベルじゃねえからな、言っとくけど。さよう、これ以上騒ぎ続けるというのならば容赦はせぬぞ。はっきり言って、内首だろ、内首。いやいや、滅相もございません。すぐに退散いたします。ちょっと治安工場に、の任務についてたやつ何してんだ、おい。さっき俺、清正を治安工場に任じたはずなのに、全然解決してねえじゃねえかよ。災難でしたな。自分の城下でかような集大、恥ずかしいことでござる。お、上州イベントか。民国人はめっちゃ落ち着いてるな。お、少し我が家にお越しになりませぬかと。向こうの話を聞かせていただきたい。いいね。どうぞ、これ、こちらがそれがしの部屋でございます。漢方薬の香りがいたしますな。わかる？隣にそれがしの平井と診療所があるのです。お、これ、城主で診療所開いてたら起きるっていうことかな、このイベント。そのため町民がこの辺りまでも入ってこられるのです。すごいな、城内に町民が普通に入ってくるっていう情景はなかなか浮かんでこないけど。でも昔の中世ヨーロッパの宮殿とかはなんか、ね、観光客が入れたらしいな。観光客というか当時の民衆も中を観光できたらしいね。そうでございましたが、実は私も医者なのでございます。医者同士は惹かれ合うって言うよね。とある免疫で難病がはびこりまして、どうしても治療法がわからなかったのでございますが。ほうほうほう。漢方の本場の知識でなんとかならないかという話になったのです。両国の言葉は理解できるからです。ペラペラやもんね、だって。お超合法、これはまさか、おお、来た、万能薬。おいおいおい、すんなりだぜ。しかしこの調合法は下手に広めるわけにはいかないのです。おお、調合の比率を少しでも誤ったり、時間をかけすぎて変質を起こしたりすると危険の毒になりかねないからです。まあ薬は毒と同じようなもんだからね。薬を逆から読むとリスクっていうのはよく言う言葉だよな。ですからまずはあなた様の調合の腕を、わあ、うわ、マジか、ここでミニゲーム？マジか。挑戦せざるを得んだろう。ここで来るとは、まあ、来るとは思ってたけど、やるしかねえ。ちょっと待って、一旦録画を切ってくれ。